完成でしたけども緊張する。どうでした、やってみて。左目探偵です。何言うとんの。お前台無しにするなよ。いやでも嬉しかったですね。すごい反応良かった。いやすごい今日だって葛西なんてもう足ベタ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 しながら喜んでましたよ。どうでした、相手役の前田は。かっこいいですよね。なるほど。さあ、それでは早速得点を見てみましょう。果たして篠田さんは何人をグッとさせたんでしょうか。スイッチオン。さあ、メガネスーツ、篠田麻里子の得点は16点。ちなみにですね、押さなかった人は誰なんでしょうか。なんで1、2、3。タジアラ、なんで押さなかったですか。私にはちょっと大人の魅力は早いかなと、うん、もうちょっと身近なところのキュンが欲しいなと。あ、今いくつだったっけ。今高校2年生です。こう、あ、学園もんが ね、そうですね。もう一つ分かんないんだよね。分かんない。朝、すごいなんかもうキャー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 言ってましたけど、一番、もう見れないです、まりちゃんのこと。なんで見てって。何が良かった。メガネがもういいし、でもスーツ大好きだし。あ、メガネとスーツもアイテムが良かった。年上の男性がすごい好きなんで、そういう年上のなんかちょっと余裕のある大人みたいなのがもうかっこいいです。うわー、一頃ですね。超かっこいいです。どうでした、蘭丸先生。そうですね、やっぱりこうメガネにスーツは最強アイテムですね。そうなんですか。どうですか、篠田さん、そんな言われてますけど。嬉しいです。これ佐田さんがメガネかけたらどうなるんですかね。俺がメガネかけたら、だってスーツにメガネでしょ。そうです、スーツにメガネですよ。スーツにメガネがいいんでしょ、はい、そんなもん笠井年上やしな、はい、うん、どうや、殺したろと。誰や、気持ち悪い言うたん、こら中川が、こらお前の気持ち悪いリアルやんけ、そんなもん。佐田はキモかったが、篠田は最強アイテムで乙女心をわしづかみ。